津波、すごい有能発言。成長したな、泣き。有能コメント。7回の得点について福永が繋いで三木屋が打った。実は低いが、大事な場面で勝負強い打撃ができる。三木屋にいい守備があった。随所というより、ずっと安定感のある守備を見せてくれている。今日も3つほどいいプレーがあった。信用しています。クリロドについて、春先より成長している。彼の持ち味は強肩であり、打つ方も良くなってる。今後も積極的に使っていきたい。今後の試合について、オールスターまで試合数も少ない。いくつでも借金が返せるように、毎日正念場のような試合だが、勝っていい雰囲気を作っていきたい。三木屋とクリロドの二遊間は神なのかもしれない。完封しないと勝てない素晴らしい球団。なんか今日は勝つべくしたかった試合やな。石川の特大ファールを見て希望を感じた。クリロドも成長したね。二軍で腐らずに練習したんだと感じた。開幕戦よりめっちゃいい。今年のライデルはクソ省エネで投げてるな。最後のライマルが圧巻すぎる。ありがとう。今日は守備で勝ったと言っても過言じゃない。見事な完封勝利で連敗をストップしたな。面白い試合やな。なんで昨日見に行ったんだろうと虚無になるわ。3点のつながりを見れて嬉しい。最高の試合ですよ。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。